インド大臣はイギリスの内閣にかつて存在した閣僚職である。インド植民地支配に関する事務を取り扱うインド賞を統括した。1858年にインド統治が東インド会社による統治からビクトリア女王の直接統治に切り替えられた際にそれ以前のインド長長官が解組されて成立した閣僚職であり、 1937年にはインドビルマ大臣に改名されたが、1947年のインドパキスタン独立と1948年のビルマ独立により廃止された。インド大臣のほか、インド担当大臣とも表記される。エリザベス朝の1600年に、直居上によって成立した、直居会社イギリス東インド会社は、東洋貿易を独占する権利。 現地で政府を組織する権限、通貨発行権、軍隊組織権、特定の国への宣戦線布告権などを認められており、徐々にインドへ浸透した。特に1757年にベンガル大使にプラッシーの戦いで勝利し、ムガル帝国皇帝よりベンガル州の朝税刑を獲得すると、イギリス東インド会社によるインド植民地支配が加速した。 1784年にイギリス首相ウィリアム・ピットはインド法を制定し、イギリス政府内に東インド会社の監督を行うインド庁を設置した。これによりインドは東インド会社とイギリス政府の二重支配下に置かれることになった。はじめインド庁は財務大臣、国務大臣、水密顧問官4人の合計6人で運営されたが、1793年から、 インド庁長官のポストが設置されることになった。インド庁は法律上等インド会社の政務にだけ参画することになっていたが、実際には商務にも口を出すことが多く、やがて会社役員会を差し置いて会社を支配するようになった。インド総督の任命もイギリス政府が事実上決定し、会社役員会はイギリス政府の人選に都合が悪いと感じた場合に、 拒否権を発動するに止まった。そのため徐々に役員会は不要と考えられるようになり、1833年特許法では会社役員会はインド庁の諮問機関に格下げされるに至った。1858年にインド大反乱が鎮圧されたのを起きに、東インド会社によるインド統治はビクトリア女王による直接統治に切り替えられた。この際に、 インド庁と役員会は廃止され、インド大臣職とインド省が設置された。インド大臣とインド総督の関係は、インド大臣がロンドンから命令を発し、現地に派遣される、インド総督がその命令を実行することが建前だったが、インド総督はあくまで、インド皇帝の名代であって、インド大臣の代理ではないとも定められていた。そのため現実には、インド大臣と インド総督の関係に決まったパターンはなく、個々の大臣、総督によって大きく異なった。第9代エルギン博、ビクター・ブルースのような官僚的な人物が総督になると、インド総督は、インド大臣に忠実に行動することが多かったが、初代カーゾン男爵、ジョージ・カーゾンのような実力者が総督となった場合には、インド大臣は、 インド総督府の中英大使に過ぎないと、揶揄されるほど影が薄くなることもあった。ただ一般的な傾向として1870年に、インドとロンドンの間に電信が開通した後、インド大臣のインド植民地統治への影響力は大きくなったと言える。1937年に、英領インド帝国からビルマが切り離されたのに伴い、インド省と別にビルマ省が設置されたが、大臣は、 インド大臣と同じ人物が務め続けることになり、インド大臣は、インドビルマ大臣に改名された。しかし1947年にインドとパキスタンが、独立したことでまず、インド省とインド大臣のポストが廃止され、ついで1948年のビルマ独立で、ビルマ省とビルマ大臣も廃止された。所属政党保守党自由党労働党アイルランド、統一同盟挙国派労働機構、 ありがとうございます。